誰が一番読みたくなったか投票を行いたいと思います。今から私が本のタイトルを一冊ずつ読み上げていくので、発表を聞いていて一番読みたくなった本にこれをあげてください。よく見えるよう頭より高くあげてください。では一冊目、丸山宇野さんが発表したありがとうは僕の耳にこだまする。ありがとうございました。続けて2冊目、岡千晶さんが発表した5。ありがとうございました。続けて3冊目、下田裕貴さんが発表した下町ロケット。ありがとうございました。続けて4冊目、田尻裕太さんが発表した少女は卒業しない。ありがとうございました。続けて5冊目、田中裕也さんが発表したアーサー王物語。ありがとうございました。今結果を投票結果を収集しているので少々お待ちください。お待たせいたしました。結果を発表します。ビブリオバトル in 城西予選会第1試合 B ブロックのチャンプ本は、少女は卒業しないです。田尻さん、おめでとうございます。それで、時点の準チャンプなんですけど、投票3つに分かれまして、あともう一度再投票を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。先に準チャンペに選ばれた本を発表読み上げていきたいと思います。まず1冊目、ありがとうは僕の耳にこだまする。2冊目、5。そしてアーサー王物語です。この、3冊の中でもう一度投票を行っていただきたいと思います。よろしいでしょうか。では1冊目、ありがとうは僕の耳にこだまする。ありがとうございます。2冊目、5。
ありがとうございました。それで最後に、アーサー王物語。ありがとうございました。ただ集計結果が出るまで少々お待ちください。お待たせいたしました。準チャンプを発表します。準チャンプの選ばれた本は、ありがとうは僕の耳にこだまするです。丸山さん、おめでとうございます。表彰式と優勝者インタビューは語源の第2試合後、視聴覚室にて行います。この後は休憩を挟んで第2試合を行います。開始時間は16時50分。第1試合の発表者は、第2試合の観戦と投票をお願いします。会場の皆さんも続けて第2試合への参加と投票をお願いします。ではこれにて第1試合を終了します。お疲れ様でした。